広島大学などの研究チームが新型コロナウイルスの感染力を中和する抗体を人工的に作ることに成功しました。研究チームによりますと、去年4月から新型コロナに感染し県内に入院していた23歳から93歳の患者18人から血液を採取、うち重症者4人の検体からウイルスが体の中で広がるのを防ぐ32種類の人工抗体を作ることに成功しました。一部はイギリス型や南アフリカ型の変異ウイルスへの効果も期待できるということです。重症化するのを予防するということにも非常に効果があると思いますし、重症まで陥ってしまった方に投与しても、まあ、おそらく効くだろう。あくまで治療に使うのが一番いいんではないかなというふうに思います。今後治療薬の量産化に協力してくれる企業を募集するということです。